ポルイコールバジンは、ロシア連邦トゥバ共和国南部にある遺跡。山地の古城の島に存在する。ポルイコールバジンという名は、トゥバコで、粘土の家を意味する。発掘調査によると、ここは8世紀に、ウイグルの王宮として建設され、ほどなくして、マニキョウの僧院に転用されたが、すぐ放棄され、最終的に地震とそれに伴う火災で破壊された。ここの建築様式は、 東大のそれに習ったものである。ポルイコールバ人はテレホリコの小さな島いっぱいに作られた遺跡で、南シベリアセンジェロン山地の標高2300メートルの高さにある。ロシア連邦トゥバ共和国の南西、クンガートゥーク村の西8キロメートルに位置し、モンゴルとの国境に近い。取り囲む城壁は 215×162 メートルの長方形で東西方向を向いており、 ほぼ島全域を占めている。内部は二つの大きな広場、中心の建物群、北側、西側、南側の城壁に沿った小さな広場の連なりからなる。西側と東側のカーテンウォールは比較的保存状態が良い。メインゲートは東壁の中央にあり、ゲートタワーとそれに続く傾斜路が設けられている。カーテンウォールは最も高いところで10メートルの高さで、 残っており、内側の壁で最も高いところは11.5メートルである。バインスト人が作成した遺跡の見取り図、ポルイコールバ人の存在は18世紀から知られており、1891年に初めて調査された。1957年から1963年にかけて、ロシアの考古学者、SI ・ワインスト人はこの遺跡の何箇所かで発掘を行った。 2007年から2008年にかけて、ポルイコールバ人上司協会によって大規模なフィールドワークが実施され、それにはロシア科学アカデミー、ロシア国立東洋美術館、モスクワ大学の学者たちも参加した。19世紀末以降ポルイコールバ人は、その場所、発掘された遺物の年代、骸骨の首都だったカラバルガスンの応急施設との類似性から、 ウイグルに関連する遺跡と考えられている。バインスト人は、ポルイコールバ人について、セレンガ石に刻まれた碑文によると、この王宮はクズロクカガンが750年に、原住民との戦いに勝利した後立てられたと、記している。クズロクカガンは海骨の主として、塔の内乱鎮圧に関与し、その御子をめとった。ポルイコルバ人は、辺境の城塞、院、儀礼の場、 天体観測書としても使われたと考えられている。これらについては2008年のフィールドワークの報告が出される以前にも文献で記されている。地球物理学者によるとこの島は基本的に永久凍土の岩線が浅い湖から突き出たものである。この島は上に城塞が建てられる数世紀前から湖の上に浮かんでいたようである。城壁に使われた粘土は 島の周囲の固定から救われたものかもしれない。また地形学的フィールドワークによって二度の地震の痕跡が見つかった。最初のものは8世紀の城塞建築より前にあったようである。中世の後半に大規模な地震が起こり、それによって火災が起こり、加えて南と東の城壁及び北西の角の両方が崩壊した。2007年から2008年の調査時、 北側のカーテンウォールに作られた溝、半築の層を示している。外側の城壁は、木枠の中で土を層状に突き固める中国式の半築という技法で作られており、元は11メートルの高さがあった。東壁北側の両方の一部を掘り崩したところ、木製の作業用足場の跡がカーテンウォールと両方の上部に通っていた。メインゲートには、 大きな木材で作られた三つの通路があったが、そのほとんどは焼け焦げている。メインゲートを入ると、小さなゲートで繋がった二つの広場がある。外側の広場には、何の構造物もない。中国風の画塔。2007年の発掘で見つかった。スケールはセンチメートル。中国風の魔除けの竜を刻んだタイル。2007年の発掘で見つかった。スケールはセンチメートル。 内側の広場にはメインとなる建物群があり、それは二つの中心となる建物と脇にある二つの細長い建物からなる。中心の建物は前後に連なっており、粘土層の真四角の土台の上にレンガと石灰石の漆喰で建てられている。大きな型の建物の内部は網枝と漆喰で作った板で、二つの広間といくつかの小部屋に仕切られている。壁と 板は石灰石の漆喰で覆われ、幾何学模様と赤い水平の島模様が描かれている。異なった品質の漆喰層が2層あることは修繕の跡を示している。瓦屋根は36本の木製の柱で支えられ、それは石の土台の上に乗っていた。この建物は当代の建築で特徴的な柱、両構造だったようだ。それは焼けた木材の破片に、 組物と呼ばれる中国式の建築技法の跡が残っていたことからもわかる。囲われた小さな広場の連なりは北側、西側、南側のカーテンウォールの内側に沿っている。これらの広場は仕切り壁の小さなゲートで各々接続されている。それぞれの広場には1.2部屋からなる小さな建物があった。年輪年代学及び 放射性炭素年代測定による調査では、この上塞は770年から790年の間に作られたと考えられる。これはクズ6化岩の跡を継いだムー化岩の地勢にあたるため、セレンガ石の碑文は、ポルイコールバ人が王宮だったと記しているが、王宮だったはずはないと発掘者たちは指摘している。しかし、カラバルガスンにあったウイグルの王宮と、 レイアウトが似ていることから、やはり王宮だった可能性もある。この遺跡は発見物が少なく、文化層が事実上なく、暖房設備が全く見当たらないことから、果たして定住した住民がいたのかという議論がある。しかし修繕再建の後が見られることは、人が一定期間にいたことを示唆している。ポルイコールバ人が、儀礼の場もしくは、軍事拠点だったとは考えづらいが、 それを確証する証拠はない。2007年から2008年の発掘調査をもとに、3D で再現した、ポルイコールバジンポルイコールバジンに見られる、中国の影響として、中央の建物群のレイアウトが東風である、半築、柱、両構造のように、中国風の建築技法が使われている、瓦の様式など、中国風の建築用材が見られる、という点が挙げられる。 ポルイコールバ人は、軸線に沿ったレイアウトと中心に光る建築を置く、中国の理想的都市と居住区の周囲を壁で取り囲んだ理想的仏教僧院が融合したものである。発掘調査の結論としては、ポルイコールバ人は、ムーカガンが火器に使う王宮として建造され、地震による損傷とムーカガンのマニキョウへの転向の後、マニキョウの僧院に転用されたと考えられる。 ムーカガンが死去しキョ教が廃止されると、総員としても放棄された。そして無人となったポルイコールバジンは、一度もしくは複数回の地震と、それに伴う、中心部の建物群もしくはどこかから出火した火災で、破壊されたと考えられる。2007年と2008年に行われたポルイコールバジンの発掘調査は、ウイグルのメディアで非常に大きく取り上げられ、カザフスタンにある、 ウイグル文化センターの派遣団が2007年の発掘調査の際にここを訪問した。現在ウイグルは彼ら自身の国を持たないが、今でもかつての骸骨の栄光から文化的アイデンティティの本質を受け継いでいるのである。ポロイコールバ人を訪れたプーチンとアルベール2世、トバ出身でロシア非常事態省のセルゲーショイグはフィールドワークの資金を提供した。 ポロイコールバジン上司協会の会長だったことがある。2007年に彼はプーチン首相とモナコ大公アルベール2世をここの発掘調査に案内した。ありがとうございます。